このフォトショップと、あとクリップスタジオペイント、はい、クリップスタジオ、クリスタとか呼ばれてる。クリップスタジオも使うんですね。そうなんです。これはもしかしたら賛否あるかもしれないんですけど、基本的にはフォトショップで事足りてはいます。なんですが、こんにちは、円卓の平と。こんにちは、円卓の松林です。このチャンネルでは 3DCG デザイナーを目指している方に向けて、プロになる方法や業界のリアルな話をしています。 CG 業界さらに盛り上げたいと思っているので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、プロの CG デザイナーが実際に使ってるソフトを紹介していこうかなと思いまして、うん、はいはい、で似たようなソフトがあるんで、うん、それをどうやって使い分けてるのかとか解説できればなと思います、はい、で今回はモデラー編ということで、うん、ちょっと僕メインでやらせてもらおうかなと。はい、結構やっぱり膨大にあるので。そうなんですよ、うん、モデラー編結構使うんですよね。じゃあちょっと画面共有します。はいはい、最近ハマってるこれですね。ボードですね。はい。ちょっと字があれですけども、はい、やっていきますね。はい。はい。なんとか、はい、ついていければいいと思います。はい。まずは、いわゆる DCC ツールですね。うん。これは統合型の 3D ソフトのことですかね。はい。それが Maya、3DS Max、あと Blender とか Lightwave って感じですね。Lightwave ここに出してくるんですね。これは僕が使ってるからです。あ、で、すいません。ここに書き出したソフトっていうのは、僕が使ってる、もしくは見たことがあるやつで、他に Cinema 4D とかあるんですけど、ちょっとよくわかんないんで、ちょっと省いてます。はい。他の会社さんではもしかしたら使ってるかもしれないですね。で、これがですね、まあ、いつも話してる、業界トップシェアなのがマヤですね、やっぱり、うん、今は。で最近までは2強っていうんですかね、うん、これマックス、うんうんうん、でまだプロの現場では少ないんですけども、今 3D 勉強されてる方、あとはプロの業界でも注目してるのがこのブレンダーって感じですね。そうですね、これ一気に食い込んできましたよね。もともとはマヤ対マックスっていうのはそうそうそうあったんですけど、はい、最近は、うん、こっちがメインになってきてて、マックスがどん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 弾かれていっちゃってるんですよね。そうなんですよ、ちょっと悲しいですけど、はい、でもともとは日本国内でセルシェーダーが流行ったじゃないですか。はいはい。でその時にペンシルっていうプラグインですかね、うん、が圧倒的にセルシェーダーを表現するのに有利だったんですよ。それがもともとマックスだけだったんですよね。だから使われてたんですよ。ただもともとマヤもシェア率が高かったのと、あとペンシルがマヤでも使えるようになったりとか、うん、あとはインハウスツールっていうんですかね、自社開発したセルシェーダーが表現できるツールっていうのを各社持ち始めたりして、マヤが増えてきたって感じですかね。で今業界トップシェアって感じ、うん、そこに今新進系のブレンダーがどう動くかみたいな状況になってるって感じですね。はい。ライトウェブは僕が個人的に好きで使ってるって感じですね、うん、これはモデリングに限らず、アニメーションからエフェクトからライティングとかほぼ全て行えるっていうソフトですね、こちらが。はい、ここから先ですよね、はい、モデラーとして特化してるソフト、うん、そうですね、モデラーとして使うソフトって感じになると思いますね。はい。まずは G ブラシとマットボックス、これがスカルプトツールですね、うん、まあ粘土こねるような感じでモデリングができるみたいなイメージですかね、うん、この上の DCC ツールはポリゴンモデリングって言えばいいんですかね。はいはい、はい、ポリゴン切り張りして造形していくのに対して、こちらは粘土こねるような形でポリゴンを気にせずモデリングできるって感じ、うん、リアルなキャラクターとかクリーチャー系とか作るとき、うん、ドラゴンとか使ったりしますね。細かい凹凸があるものって言えばいいんですかね。直接その画面上というか掘り込むみたいな感覚で使える、はい、そうなので、もともと彫刻家の方とかはこちらから入ると割と入りやすいのかなっていう感じですね、うん、でまあ G ブラシが圧倒的に人気で、好きな人がマットボックス使ってるってイメージ。でこっちで作ったハイメッシュなモデルをリトポロジーっていうんですかね、リトポって言われてる作業を行って、こっちの DCC ツールに持ってくる
ポリゴン数がやっぱりものすごく多いから、そのままでは使えない。そうなんです。ということで、その DCC ツールの方に移してから、はい、ポリゴン数の整理って言えばいいんですかね。はい。結局最終的にはポリゴンモデリングになるって感じですね。あ、なので、細かい凹凸とかはテクスチャーとして吐き出してますね。ノーマルマップとか、ディスプレイスメントマップみたいな感じで、こっちに持ってくるって感じです。はい、このフォトショップと、あと、クリップスタジオペイント。はい。クリップスタジオ、クリスタとか呼ばれてる。これが、いわゆるテクスチャーを描くためのツールって言えばいいですかね。モデラーってなると造形だけではなくて質感とかも再現しなきゃいけないことがありまして、その時にこういった 2D 系のソフトを使います。クリップスタジオも使うんですね。そうなんです。これはもしかしたら賛否あるかもしれないんですけど、基本的にはフォトショップで事足りてはいます。なんですが、クリップスタジオはブラシの設定が優秀なんですね。筆圧であったりとか、セルシェーダーの作風の中でも水彩画風のテクスチャーを描かなきゃいけないとか、はい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 、そういう時にめちゃくちゃ強いんですよ。はあ、なるほど。なのでベタ塗りの 2Dアニメっぽいようなテクスチャを描くとか、あと単純に写真加工してテクスチャ作るとかであればフォトショップで事足りてはいるんですが、ちょっと凝ったもっと描き込みが必要なものって言えばいいんですかね。色もグラデーションがかかってる、はい、あ、そうですそうです、はいはい、そういう時に結構優秀って感じです、こっちが。へえ、あ、ちょっとこれは僕にとっては新鮮な情報でしたね。うん、なかなかこういう使い分けは珍しいのかなっていうのと、あともう一個あれですかね、イラストレーターってありますね。あ、あ、はいはいはい、これ使わないです。使わないですね。一回も見たことないですね、はいはい、広告とかポスターとか作られる方はよく使うと思うんですけど、僕らの業界ではあんまり見ないですね。うん、そうですね。たまに使える方がいる。正直僕使えないって言ってもいいレベルですね。間違って起動したことが何回かレベル。今年じゃないんかいみたいな。そう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 。あっちはパスで変形とかが強力なんで、イラストレーターは。うん、文字曲げたりするのとかめちゃくちゃ強いんですけど、うん、あんまりそういう作業がないんで、なのでフォトショップメインで大丈夫かなって感じです。その下に気になるこのサブスタンスペインター、ペインターこれがフォトショップとサブスタンスどっちがいいですかっていう質問がよくあるじゃないですか、はい、あ、なるほどなるほど。これがですね、慣れの問題とかもあるんですけど、こっちで完結させてももう大丈夫にはなってますね。これはいわゆる 3D ペイントができるんですね。あ、マリもそうなんですけど、フォトショップっていうのは UV 展開が前提なんですね。モデリングして UV を展開してアジの開きみたいなやつですね。 3D のモデルを一旦 2D にして、それで 2D 上でテクスチャを描く。サブスタンスとかマリっていうのは 3D ペイントって3D モデルに直接書き込めるんですね。なのでより直感的だったりとか、あと UV の弱点、 UV のつなぎ目っていうのがあるんですけど、それ無視して書けるんですね。そこが強みです。例えばそうですね、タトゥーが入ってるキャラクターでそれが一周してるとかだと必ず UV のつなぎ目にぶつかるじゃないですか。ああいう時に 3D ペイントってめちゃくちゃ強力なので、 UV をまたいで書けるので、なのでそういった時に使ったりはしてます。ただ僕がかもしれないんですけど、まだ最近使い始めたからあんまり分かってないっていうのもあって、そういう使い方になっちゃってるんですけど、詳しい人だったらこれで完結してるかもしれないですね。なるほど。それと似たようなことができるのがマリですね。マリ、ちょっとだけ聞いたことあるレベルですか。そうですね、あ、海外とかだと割と使われてて、ちょっとお高いっていうのがありまして、あんまりシェア率がっていう。役割としてはテクスチャーを作成するソフトっていう位置づけなんですかね。そう僕は解釈はしてます。もしかしたら他にもいろいろあるかもしれませんが、はいはい、あ、ちなみに 3D ペイントはここら辺のソフトでもできます。ただよりやりやすいって感じですね。それに特化させてるので、うん、なのでちょっとしたことであればこっちでも MAX でも Maya でもこと足りたりはします。なので必須ではないかもしれないけど、覚えとくといいみたいな感じですね。あとはマーベラスデザイナー、ちなみにこれは僕は使えないです。仕事で使う機会があまりないって感じですか。そうですね、あまりないのと、ただ好きな方は使われてますね。これが何のソフトかっていうと、衣装を作るソフトって言っちゃえばいいのかな、うん、服飾系のマーベラスデザイナーのいいところは、服を作るときって、あ、実際の服ですね、型紙ってあるじゃないですか。例えば袖とかさ、この胸の部分、襟とかを一回型紙でそれに合わせて布切って、あと縫製していくじゃない。それと全く同じ手順で作れるんですよ。
型紙を用意して、例えば袖とこの胸の部分で、じゃあここをつなぎ合わせますってなった時に、シミュレーションみたいな感じでくっつけていくんですね。その時に自動的にシワができると。なので、自然なシワが作れるのがいいところですね。リアル系のもので使ってるイメージがありますね。そうなんです。なので、セルシェーダーのキャラクターってなると、着てる衣装とか服のシワっていうのが、デザインされたシワって言えばいいんですか？ちょっと現実的ではない場合があるんですね。その通りにイラストっぽくモデリングしなきゃいけないので、ちょっと遠回りだったりするんですよ、これを使うのが。マーベラスを使うのがリアルすぎるところからちょっとアニメっぽく落とすってやるよりも、もともとその形でシワ作っちゃった方が早いよねみたいな。僕が使ってないのはそういうことですね。マヤとかでモデリングしてシワ作った方が、最初から狙った形のシワができる。こっちはシミュレーションなので、まずどういったシワになるかっていうのを設定しなきゃいけないのがちょっとめんどくさいなっていう。なるほど。リアル系であればこっちの方が早い。めちゃくちゃいいと思います。逆にそういうセルルックのものになると、ちょっと使いどころとしては難しいみたいな、はい、全く使えなくはないんですけども、うん、ちょっと使いづらいことが多いかなっていう感じ。扱いづらいっていうか、ちょっと遠回りかなっていうイメージですかね、どっちかというと。なるほど。じゃあモデリングをする上で、使う使わないは置いといて、意外とやっぱ数は多いですね、うんうん、そうだね。並べてみると、特に今業界の中ではまずマヤが主流であって、 G ブラシはよく聞きますもんね。ただちょっと登場頻度は落ちてます。ああそうなんですね。セルルックになるとそこまで細かい凹凸が必要ではなかったりするので。ああなるほど、まあ、確かにセルルックの仕事がやっぱ多いから必然的にそうなるって感じです、ね、うん、そうですね、うん、ちょっと落ちてて僕も使えたんですけど、最近ほぼ使ってなくて忘れましたね。なるほど、まあ、触れば思い出すと思うんですけどいやこれはなかなか学習する上でも大変ですね、これだけの。だから徐々に増やしていくって感じで、うん、あそういう意味であればモデラーになりたいのであれば、例えばマヤかブレンダー、どっちか覚える、うん、あとはテクスチャーはかけた方がいいので、フォトショップ最低これですね、うん、サブスタンスですね、今やっぱ流行りなのは。なのでマヤ、フォトショップ2個で大丈夫、うん、ブレンダー、サブスタンス2個で大丈夫、うんうん、こんな感じです。セットですよね、テクスチャーを作るっていう。そこはセットで考えておいた方がいいと思いますね、はいはい、海外とかであればモデリングだけでテクスチャー描くのは別な人ってそこまで分業されてるんですけど、うん、国内だとまだまだそこまでは行ってないと思うので、うん、この2個使えればいいかなと思います、はい、で好きであれば他のもちょっと覚えてみる。特に G ブラシは人気ありますからね、うん、ありますね、はいうん、はい、これは面白いソフトなんで使えるといいかなと思います。はい、じゃあ今回はですねこんな感じで、はい、まずはモデラー編ということで、いろんなソフトがある中での使われ方ですね、うん、を、紹介していきました、はい、今最後に言ったことですね、うん、この中でもどれかに絞って学習することが効率よく作品を作るのに向いてるんじゃないかなというお話でした、うんはい、であとは徐々に使えるものを増やしていくって感じですね。はい、はい、じゃあ今回はこんなところで終わろうと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。動画を最後までご覧いただいてありがとうございます。円卓では 3DCG 業界のですねリアルなところをもっと話していこうと思っております。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。本当は都市伝説とかホラーとかやりたいんだけど、まあ、そっちの方にもシフトするのいいんじゃないですかね。いいんだところで柴田喋ってないけど。